JR バス、東北株式会社は、東北地方を営業エリアとする、JR 東日本グループのバス事業者である。民営化以前は、国鉄バスを参照。自社内市は、JR 東日本の遊休地などを利用して、営業所所在地を中心に、各地で月決め駐車場を経営している。このうち、仙台駅屋上駐車場と合津若松駅前、駐車場は、 時間貸しも行っている。一の関営業所、角田営業所ラフォーレ号 h 6 7 4から11403ドリームマサムネ 5H671 から04419、仙台古川六百6 4 7から13403運行撤退路線 X ノース号インは、JR バス東北は撤退したが、路線自体は、現在も存続しているもの。 一般路線横内線537-7402、JR バス東北の路線バスのカラーリングは、旧国鉄バスと色を現在でも引き継いでいる。一般路線平庭高原線、白樺号647-9924、廃止路線一の関線331-3074、角田線237-7403松島お散歩号、H447 から17408、17 末端部分の受託については、一般路線を参照のこと国鉄バス、東北地方自動車部では、ほとんどの車両が、伊須津、日の製であったが、久方、戸和田南の営業所については、1985年3月に廃止になった新越地方自動車部所属だったために、日産ディーゼル車も多かったため、民営化時点では3メーカー導入となっていた。 民営化後しばらくはこの傾向は変わっていなかったが、1990年より高速車、貸切車として三菱不走車が導入され、特に高速車では三菱不走車の割合が高くなった。一方、路線車では依然として、椅子鈴車、日野車が多数を占めており、日産ディーゼル車は貸切車の一部に見られるのみとなっている。一般路線車では、 1990年代後半から2000年代にかけて仙台市営バス、神奈川中央交通、都営バス、西東京バス、横浜市営バス、川崎市営バス、東武バスからの譲り受け車が導入されていた。これらの車両は現在はすべて引退しているが、2010年代後半より、再び淡路交通、京成バス JR 四国バスなどからの譲り受け車が導入されている。 これらの譲り受け車は、現行の車両消耗の不満法則でも区別されている。2011年3月5日には、東北新幹線、はやぶさの運行開始に合わせ、親会社である JR 東日本の協力による、新車両、はやぶさカラーバスを、戸和田湖系統に投入、運行を開始した。同車両は2月15日に JR バス東北の公式サイト、新着情報で明らかになり、 その後2月23日には品青森駅にて報道陣に公開された。車体には新幹線 E5 系、はやぶさと同じ乗り分けで6台のナンバーともごろ合わせで8823で統一されている。はやぶさカラーバスはその後も増備され、2015年末にはトイレ付け車両が仙台支店に配属され、年末年始の臨時便に充当された。 また、2016年4月23日のとわだ小系統、運行再開に合わせ、h 固形、はやぶさと塗り分けを合わせた車両も導入された。2013年には、同年10月から開催の、秋田デスティネーションキャンペーンに合わせ、車体色を、秋田新幹線 E6 系、スーパー小町をイメージした、スーパー小町カラーバスを導入、秋田支店に配属した。同年8月より、 ビューバス及び一般貸し切りとして運用されている。2020年7月17日より定期観光バス、仙台お散歩号、松島お散歩号の利用促進のため、同年10月末まで JR バス関東より借り受けた2階建てバスが充当された。創業30周年にあたる2018年には乗務員の実技研修のための安全運転訓練車を2台導入した。 ありがとうございます。